日本人と中国人は同じアジア人なのに、なぜこんなに違う行動をするの？世界の人々の共通認識は、日本や中国のようなアジア諸国は、類似の思考や行動をするものだと思っているのかもしれません。しかしここ最近、アメリカのある放送局が行ったドッキリが、世界中の人々をショックに陥れたのです。そのドッキリは、日本人と中国人の行動をそのまま撮影し、SNS を通じて世界中に広がり、多くの人々を驚愕させました。撮影された日本人は、笑顔で対応しましたが、中国人は、その放送を止めるよう、強く抗議したのです。この撮影中、一体、何が起こったのでしょうか。今回は、海外の人々を驚かせた、2つの国の行動と、それに対する、海外の反応を紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。アメリカのドッキリで発覚した日本人の驚くべき行動。アメリカの地上波放送局 A&E ネットワークはアメリカ国内で非常に人気のある放送局として知られています。ファーストコミュニケーションズとウォルト・ディズニー・カンパニーの主要部門ディズニー・メディア・ネットワークによる合弁会社です。数々の受賞歴を持つコンテンツを様々なサービスに提供しています。全世界230以上の国と地域コンテンツを届け、5億人以上の視聴者を持つ超巨大な放送局です。このチャンネルは特に刺激的なリアリティを作ったりドッキリを行ったりすることで有名です。今回は危機に直面した人々の反応というテーマでドッキリを行いました。番組が用意した設定は、ホームレスに扮した役者が通行人に物乞いをしながら突然の呼吸困難を起こしたらどのような反応を示すかという内容のものです。アメリカの大都市ニューヨークの大通りで実験が行われました。マンハッタンはホームレスの増加が問題になるくらい多くのホームレスがいるため、ホームレスが道端にいたとしても大都会ニューヨークとしてはごく普通の当たり前の光景で、決して特別ではないのです。特にニューヨーク市はアメリカ内で一番ホームレスが多い地域となっています。2020年には約8万人のホームレスがいるそうです。番組が用意した男性役者はその中の一人として溶け込みました。万が一の事態が起こることに備えて、制作スタッフは万全の対策をしてから撮影を開始しました。多くの路上生活者たちは通りすがりの人々に金銭援助を求めてきます。その反応は様々です。完全に無視して素通りする人、小銭を入れる人、当たり前ですが誰一人として目線を合わせようとはしませんでした。そんな中、最初のターゲットとなったのは日本人でした。ホームレスに扮した番組の役者が体をかがめた状態で日本人男性に近づきます。日本人男性は一瞬戸惑った表情を見せましたが、その後に取った行動が状況を見守っていた人々を驚かせました。彼はすぐにホームレスの視線の高さに合わせ身を低くして接近しました。役者は今にも消えてしまいそうな声で食べ物を求めます。すると日本人男性は自らのリュックを開け、中から複数の食料を取り出し、自分が食べるために持っていたパンと牛乳、さらには財布から数枚のお金を出したのです。撮影していたスタッフたちは想像もしていなかった展開に驚きました。まずホームレスに扮した役者に目線を合わせたこと、目の前でリュックサックを広げたこと、財布を出したこと、これらはアメリカ人にとって絶対にありえない行動なのです。アメリカでは人前でリュックサックを開けることはとても危険な行為で、財布を出すこともそれ以上に危険です。しかし日本人男性はそれを平気でやってみせた上に、自分のランチまで差し出す日本人の行動に大変驚いたスタッフたちはただただ見守るしかできずにいましたが、さらに驚くべき光景を目にすることとなりました。日本人男性はホームレスに扮した男性の手を握り、私ができることはこれだけですが、必ず幸せになってほしいと思っています、あなたの未来を応援しますと言い、ホームレスを温かく抱きしめたのです。その時ホームレス役の役者の目にはあと少しで溢れ出すかのような涙が目に溜まっていました。驚きのあまり仕事を忘れていた役者はふと我に返り、次のドッキリを仕掛けました。ホームレス役の役者はリハーサル通りに突然呼吸困難に陥り、日本人男性の前で倒れました。その様子を見た日本人男性は大いに動揺しました。今まで普通に話していた人が突然倒れたので、誰もが驚くような状況です。
しかし彼はすぐに我に返り、仰向けに寝かせ、心音の確認、動向の確認、そして心肺蘇生法を施し、適切な処置を始めたのです。またしても撮影スタッフは大いに驚きました。周囲には役者と日本人男性を横目で見て通り過ぎていく人ばかり。次の瞬間、コールザアンビュランス、救急車を呼べという男性の声が響き渡りました。しかし日本人男性が心肺蘇生法を試みる前に隠れていたスタッフたちは急いで姿を現しました。今まで苦しんでいた役者も演技であることを伝え、番組の趣旨を伝えました。そして全てがドッキリであったということを説明し、謝罪をしました。日本人男性は戸惑いながらも、発作が演技だったことを知り、大変安堵した表情を浮かべていました。役者も撮影スタッフも怒られることを覚悟し、試すような真似をして本当に申し訳ない、まさかここまで君がすると思わなかったんだ、と謝りました。ところが、何度驚かされたかわからないと、撮影スタッフも言うように、日本人男性は全く怒ることはなく、本当に倒れてしまったのではないかと思っていたので、演技であって本当に良かったです。暑い天気の中、物乞いをしている姿に心が痛かったけれど、ドッキリだったので安心しました。本当に良かったです。と優しい微笑を見せたのです。その後に撮影スタッフは、日本人男性へのインタビューで、多くの会話をしました。彼のインタビューから、彼が自衛隊出身であり、また、アメリカに移住し、ビジネスレストランを運営している日本人であることが判明しました。またその状況で、どうやって心肺蘇生法を試みようと思ったのかを聞かれた彼は、心肺蘇生法は子供の頃から学校で教育を受けてきたし、運転免許を取る時にも学んだから。僕だけでなく、他の日本人もこの場にいたら、同じ行動をしたでしょう。と話しました。さらに、何があなたをこんなに正義感に満ちた人にしたのですか、というスタッフの質問に対して、私が特別なわけではなく、日本人ならば誰もが私のように行動します。ヒーローでもなく、特別でもありません。自分にできる範囲の当たり前のことを当たり前にしただけです。と恥ずかしそうに微笑みました。彼の謙虚さには、全員のスタッフが感動し、拍手を送り、アメリカ人じゃないヒーローもいるのさ、と力強く握手を交わしました。アメリカ人はヒーローが大好きです。スーパーマンやアメコミなど、弱きを助け、強きをくじく、ストーリー映画、正義のために戦うヒーローが大好きなのです。ヒーローはアメリカ人の理想であり、アメリカという国そのものを象徴していると言われています。しかし近年では 9.11 をきっかけにアメリカ人のヒーロー像が変化しています。誰かのために尽力する人、それがアメリカ人が愛する新しいヒーローなのです。アメリカ人にヒーローと言われるまでに日本人の行動は称賛され、放送は瞬く間に広がり、番組には日本人がどんなに素晴らしいか初めて認識できた、ヒーローに国籍は関係ない、まだこんな人が存在していることが信じられない、日本人は異常よ、どこまで優しいの、というようなコメントが寄せられていました。また撮影した彼らは、私たちアメリカ人は、スーパーマンやアイアンマンなど、実在しない人々が、世界を見て喜ぶ姿を想像しますが、日本という国はそんなことをする必要がないでしょう。彼らは一人一人がスーパーマンだからです。と感想を述べました。このドッキリをきっかけに、日本人のイメージが変わった人が、多くいたようですね。社会実験から見る、日本と中国の違い。そして別日に、また同じようなドッキリが行われました。次のターゲットになったのは、中国人の男性です。中国人の行動は、別の意味でかなり衝撃的でした。日本人からすると、中国人との顔立ちは、なんとなく違うと感じることができますよね。しかし、アメリカ人から見たアジア人の印象は、みんな一重まぶたで、吊り上がった目である、というステレオタイプが存在します。そのため中国人と日本人を勘違いしていた番組スタッフは、あの時の感動をもう一度と、役者も演技に熱が入り、アジア人男性に食べ物を恵んでもらおうと話しかけました。そのアジア人男性は、突然立ち止まり、中国語で自分は英語が話せないということを伝え、全く理解できないというような仕草をしました。そこで初めて番組スタッフは、このアジア人男性が中国人であることを知りました。中国人は、ホームレスが故意に話しかけたことを理解した上で、明らかに理解できないふりをしたのです。誰もが、日本人男性のような振る舞いをしないことを、もちろん承知の上です。
誰にとっても人を助けることは簡単なことではないということで、彼の行動を見守りました。突然ホームレスが目の前で倒れた時に、中国人はまた驚きました。そして倒れたホームレスの体を触り始めました。その後の行動は誰もが予想もしなかった衝撃的なものでした。なんと彼はホームレスの体から何かを取り出して、そのまま走って逃げ出したのです。慌てて追いかける番組スタッフ、なんとか中国人男性に追いついたスタッフは、社会実験を兼ねた番組であることを伝え、インタビューを始めようとしました。しかし中国人男性は、自分は中国人で英語がわからない、先ほどのホームレスはとても怖かったと答えました。ところが撮影した内容を放送する旨を英語で説明すると、中国人男性はみるみる顔を赤らめました。そして流暢な英語で、よくこんな真似をしてくれたなと激怒し、撮影した内容は公開してはいけないなどと叫んだのです。もちろんこの映像はモザイクがかかっていたものの、音声はしっかりと録音されていました。この場面を見た視聴者たちからは、ホームレスのものを盗んで逃げるなんて思いもよらなかった、さっきは確か英語はわからないふりをしていたはずだ、どうして急に英語を理解できるのか、同じアジア人でもこれほどまでに違うのか、といったコメントが寄せられました。こうした日本人と中国人が映った映像は、瞬く間に海外コミュニティに広がり、大きな話題を集め、ネットユーザーたちは中国人の非難をしながらも、日本人の驚くべき行動には賛辞を惜しみませんでした。このアメリカのテレビ番組を通して、日本と中国の国民性の違いや文化の違いが鮮明に浮かび上がりました。人々の真の性格や価値観は、きつい状況や重いプレッシャーがかかった時に現れるといいます。この結果は、多くの視聴者はもちろんのこと、番組制作者やスタッフにとっても予想もしなかった意外なものであり、多くの議論や反応を生む結果となりました。中国の国民性は、国の歴史や文化、教育など多くの要因が絡み合ってできているようです。確かに中国人には独自の制度、価値観、習慣がありますが、中国人は決して非常識、不可解なものではないのかもしれません。一つの文化の違いとして捉えるということも大切なのかもしれませんね。しかし、世界中の多くの人々は、日本のように他者を尊重し、思いやりを持って生きていくことを期待しています。今回の日本人の行動には、多くの日本人もたくさんの深い感動や誇りを感じたことでしょう。同じように海外からも感動の声が多数上がっています。日本は天国の国であり、ほとんどの日本人が天使なのではないかと思うようになった。以前、日本に行った時にパスポートをなくしてしまった私を助けるために、多くの人が一緒に探してくれた。など、多くのアメリカ人が日本人を称賛していました。そして今でも、その映像には日本人に対する美談が次々と寄せられています。日本人の道徳性の高い行動は、このドッキリ番組をきっかけに世界が再確認する形となりました。その優れた価値観と行動は、国際的に感銘を与え、世界中で模範とされています。日本における財布の実験が驚きの結果に。このような社会実験は、大きな放送局だけでなく、 YouTube や TikTok などでも盛んに行われるようになりました。こちらは YouTuber であるジェイソンさんの実験です。目の前で財布を落とした時の日本人の行動を試した映像で、この実験では多くの人が路地に落ちた財布を拾って返しました。その日本人の行動もまた海外の人たちを驚かせました。実験内容は、日本で50回財布を落とし、何人の人が返してくれるのかというものです。財布には免許証とデビットカード、列車の切符と5000円を入れておきます。そしてリュックに GoPro を取り付けて、バレないように撮影を行いました。もし目の前に財布が落ちていたら、皆さんならどのような行動を取りますか？この実験も、海外の人々が驚く結果となりました。なんと、50回中50回とも、ジェイソンさんの元に財布は返ってきました。ジェイソンさんは、この結果を踏まえて、日本は世界で一番正直な国だと感想を述べています。特にホームレスの男性が財布を返してくれたことに対し、とても感動していました。この映像は話題となり、世界中で1000万回以上再生されています。映像を見た海外の人たちの反応を紹介します。日本は世界で最も規律正しい国の一つだと思います。近い将来、日本を訪れるのを楽しみにしています。
返してもらうために追いかけてくるなんて優しすぎます。日本には礼儀正しい人がたくさんいるはずだ。日本文化を愛さずにはいられないでしょう。正直で礼儀正しすぎる。というように2万3000件以上の日本人に対する称賛のコメントが送られています。これらの反応から日本人の素晴らしさが分かったのではないでしょうか。いかがでしたか。これらの実験の結果は日本の人々の誠実さや礼儀正しさを称賛するものとなりました。日本の文化や価値観は世界中で尊敬されるものであり、多くの人々がその美徳に感銘を受けています。海外の反応から日本人の素晴らしさと日本の社会全体の誠実さが伝わったのではないでしょうか。これからも日本の素晴らしい文化を尊重し守り続けていきたいですね。それでは今回の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。